家、空間ペインターの吉賀健太です。今回の動画はですね、こちら、大分川の、川辺に来てます。今日ですね、実は、ちょっとしたチャレンジ動画を、しようと思って、しかもですね、実はこの YouTube チャンネル、空間ペインター吉賀健太チャンネルはですね、現在2023年の3月28日現在、登録者数が92人なんですね。とっても少ないと思います。で、僕、2年くらい前からこの動画は真剣にやろうかなと思って、まあ、コロナもあってね、頑張ってるんですが、やっぱなかなか大変で、なかなかこう登録者数もなかなか伸びない。まあ、もともともっと前からずっと、作品とかを上げるためにちょこちょこはやってたんですけど、登録者数とか本当に近日でやってたんです。まあ、改めてそういうところに一生懸命やってみようと思って、本気で頑張ろうかなと思って、いろいろ考えて、すごい大変ながらもやってきたんですが、ちょっとやっぱこう誰かに手伝ってもらうことがいいんじゃないかなと思ってですね、実は今日、強力な助っ人を、呼んでます。カメラマンの私の息子、春馬くんです。お手でヤッホーしてはいはいはい。ということで、春馬くん、ちょっと顔出しはちょっとね、都合上、できないので、声だけ、こんにちは、こんにちはということで、すごいね、強力な助っ人、このね、春馬くん、今8歳なんですけど、うちの子供は3人います。で、長男の春馬くんがね、いまして、この春馬くんは動画を昔から見てて、動画の実は僕よりもスペシャリストなんじゃないかなということで、こんな近くにこんな強力な助っ人がいるんだと。で、パパすごいこう登録者数とかすごい何人か目指して頑張ってるんだって言って、どうしたらいいかなって相談したら、たくさん、あふれるほどたくさんアイデアをくれて、でもちろんそのヒカキンでやったりとかね、他なんか好きな動画ある？はるま、なんか言っても教えて。レジ君とか。レジ君、皆さんご存知ですかね。なんか他には、まあゲーム系とか結構見てるよね。でもヒカキンは結構見てる。いろいろね、いろんな動画をたくさん見てるんです。で、やっぱりこう親としてはね、ちょっともういいよ、動画やめてとか、そういうようなことも言うぐらいやっぱり見てて大好きなんで、そんなプロフェッショナルな春馬くんにいろいろ相談したところですね、一緒にやろうということで、もう強力な助っ人来てくれてますんで、その第1弾で、まずはね、その前にね、目標をちょっと言いたいと思います。私は今年中にまずは目標1000人、登録者数1000人目指して頑張ろうと本当に思ってますんで、ぜひともね、応援よろしくお願いしますね。ということで、まあ第1弾企画はこの川沿いで、最近ね、川ここ綺麗なんですけど、ここ川ってね、すごい大雨が降ると、今こう穏やかなんですけど、川、水が増えて、こうもう溢れ出るんじゃないかなっていうぐらい、こう危険なね時もあるんですね、アルマ。怖いよね、逃げたりするよね。でそれで、なんでしょう、まあいろんなものが流れ着いてるわけですね。で、じゃあちょっと後ろを見てもらいましょうか。ぐるっと一周回れるかな。見てください、これね、川にいろんな漂流物がね、木であったりとか、ゴミであったりとか、タイヤであったりとか、身近な大分市のこの川でもいろんなものが流れ着いてます。で、あっち側、あっち方面は、湯布院っていうとこなんですね。観光地で有名な、温泉とかで有名な。で、湯布院方向から川がガーって流れてきてるんですね。だからあっちの方の何かが流れてきてるんじゃないかなって思ってます。で、だから誰かのものかもしれないし、実際そのこの間のすごい大きなね、川の、こう水量が増してっていう時のなんかね、悲しいこともたくさんあったって、事故みたいなことがあったってことも聞いてます。なんかそういうことを思うとすごくこうね、悲しいんだけど、まあそういった
たくさんのものが流れ着いてきてます。でそういったものを、ゴミをね集めたりとか、そのゴミをゴミとせずに、なんかこう面白いことできたらいいかなってことをね、カルマ君と話したよね。うん、でうちの、ロフトが、ロフトっていうところがねあって、ロフトって皆さんご存知ですか？家の中、部屋の中のちょっとこう上のね屋根裏スペースみたいなところがうちにあって、でそこをはるまくんがすごい大好きでね、うん、好きだよね。でそこをなんどうやってなんて思ったんだっけ？最近よね、怖い、なんか足りない足りないって思った。なんか、うん、最初に手がこうなんかロフトの台に手がついて、はい、あ、そうそう、あの階段がね、脚立を置いて、でそれに登ってなんとか頑張ってグッて登るみたいな、ちょっと危険だったんですね、うん、階段がなかったんですよ。ちなみにこれがロフトです。で階段はいつか作ろうかなって思ってたけど、やっぱ時間がないからなかなか作れなくて、で買ったらいいじゃんと思うけど高いんですよね。でそれでいろいろ考えて考えて、作るにしてもやっぱ材料を買わなきゃいけないとかっていう中で、まあ、そうだと子供たちでここら辺をこう回って武器とか探してたよね。あの、うん、なんか木でなんか木でね、なんか砂場で遊んだりするね、おもちゃみたいなのをおもちゃみたいなの探してたよね、うん、で1個だけよとか言ってママに怒られるから1個だけで持って帰ろうねとか言ったよね、うん、でそういうのをやってたら、あ、これをロフトの階段の、ロフトに登る階段の材料になんか探し使えばここのゴミもなくなるし、うん、一石二鳥じゃんとね。で僕らも楽しいしね、楽しいね、っていうことを思って、それをこの動画で撮ったら真似する人が現れたら、この川ね、川沿いが全部綺麗になってくるやろうし、まあ、そんな夢のようなこともちょっと思ったりしてワクワクしてきてね。で環境問題とかね、いっぱい私はいろいろ活動してきたので、アースデーっていうイベントとか、まあ、そういったことも企画考えてるので、なんかこうこういったことも動画で発信できたら、こう日本中世界中のね、まあ、川だけじゃない、もちろん海とかもうたくさんそういうゴミの問題あるから、そういったことをこうゴミをゴミとせず素材とか材料にして何かこう工夫して、まあ、僕はアートをやってる人間だから作品にしたりとかしたりすれば世のため人のためになるんじゃないかとね。ゴミを宝に変えようという企画ですね、アルマ。うん、ということで早速今日は、この木、木ね、木とか、なんか物をちょっと階段の素材になるようなね、うん、物を探してもらおうかという動画です。いいですか？探してもらおうか、もう探そうかっていう動画で、うんうん、ということでいいでしょうか、ハルマ君。はいはい、ということで、まずはこの後じゃあいろいろ物色します。物色というか探して回ろうと思います。では行ってきます。ではですね、ここの場所に移動してきました。では今から、この、流れ着いた物たちをちょっといろいろ探ってみたいと思います。それでは、レッツゴーということで、レッツゴー。お早送りタイム。これこういう感じで、なんて言うんだろう、硬い階段だからね、アルマ。うん、登ってて、うん、ガシャーって壊れたら意味ないから、硬くて強いなんか木を
探せたらいいかなっていうのがポイントですね、はるま。ちょっとこっち。はいはい。これで。はいはい。これダメだね。これは。これ竹。竹だから。竹は弱いので、ちょっとダメかな。うん。で、その木。これはまあまあ強いよ。例えば、こういうのでさ、叩いて。うん、あ、なるほどね。叩いてみると、全然壊れる。はいはい。ちょっとへこむぐらいでしょ。あ、ダメ。全然ダメ。これはダメ。そういう感じでさ、こう、トントンってやって、強かったら OK でしょうか。うん。そういう感じで、ポイントはね、強いもの。うん、強いものだとはしごは作りやすい、ね、であんまりこうガタガタやるとさ、まあ、楽しいけどさ危ないよね。だからなるべくまっすぐこういうなんか、うん、これねこういう長くて、うん、あいいね切ったらいいもんね。縦切ったらいいもんね。縦で長いものがそうだね。いいじゃん。こういうものがこれめっちゃいいやん。これは、うん、あいいねいいねすごいね。うん、あ、ごめん。すごいすごい。まあ、ほとんど違う。これめっちゃいいよ。あ、折れた。あははは。やっぱこうやって、これいいね。試すのにいいね。うん、折れたらダメ。いや、でもさ、うん、そんぐらいじゃダメです。これダメかな。はい。じゃあ、そんな感じで集めたいと思います。まだ続きをやります。早送りスタート。スタート。ということで、収穫タイムが終わりました。イエーイ。ハロー君どうでした？大変やった。大変やった。大変やったよね。うん、いいのあった？あったよね。え、じゃあ皆さん見てください。タイヤすごくないですか。タイヤありました。これタイヤもね、普通に転がしても遊べそうですね。うん、とかね、まあ、これここはゴミです。でもこれもね、まあ、考えようによっちゃ何かになるかもしれないとかね。まあ、いろいろ、ロフト用の階段の、素材としていろいろ候補もね、集めましたということで。どんな感じ？ハルマ君ロフトを、うん、チャンネル登録とグッドボタンが多かったらロフトを作りたいと思います。すごいこと言った。ということで、これはるまくんの提案で、ここの今集めた素材をね、このあと今回の動画はここまでです。で、今はるまくんが言ったように、チャンネル登録者数といいねボタンをぜひ押していただいてですね、その数がいっぱい増えたら次の動画でこの集まったものを階段に作るっていうチャレンジに、ができたらいいなと思ってます。そうだよね、ハルマ。うん、はい、ということで皆さんのご協力があってこそのこの動画ということで、皆さんの、ね、ご協力をいただきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画は以上です。ありがとうございました。ハルマくんありがとう。バイバイ。失敗動画。消した？うん。3、2、1。あ、もう、ああ、ちょっと。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram やっております。その他情報は概要欄まで。また次の動画でお会いしましょう。